ングライダー変身オン。はい、どうもこんにちは、天の声ブライアン荒北です。本日配信する動画はサイクルスポーツセンター聖地巡礼オフショット初遠征の帰り道での出来事を動画にまとめてみました。サイクルスポーツセンター閉店時間が迫り、地獄の5キロサーキットを後にする底辺 YouTuber 友の会、これからロードバイクをセレナに積んで大急ぎで逗子ビアンキビーチハウスへ向かいたいと思います。サイクルスポーツセンターから逗子まではゆっくり走って2時間ぐらい、ギリギリ間に合いそうです。ロードバイクを無事に車に詰め込みました。それではドライブスタートであります。有料道路へ乗る前にコンビニでトイレ休憩です。おやおや、ひでっくん、コンビニのエッチな本のコーナーに立ってるじゃないですか。いけませんよ。そしていよいよ逗子に向けてスタート。おやおや、雨が降ってきちゃいましたね。まあいいか。おやおや、さすがお盆休み、伊豆スカイラインなんか渋滞してきちゃったな。間に合うかな、どうだろうな、心配だな。ついには霧が濃くなっちゃいました。ツールドフランス第19ステージ思い出しちゃうような濃霧ですね。ビアンキビーチハウス間に合わないような気がしてきました。やっとのことで伊豆スカイラインを抜けて箱根ターンパイクへやってきました。それにしても前のキャンピングカーめっちゃ遅いですね。3トンぐらいあるからブレーキ効かないのかな。ターンパイク出口が近づき、眼下に広がる小田原の街を眺めながらゆっくりドライブ。ビアンキビーチハウス到着予定時刻はビアンキビーチハウス閉店時間20分後になっちまいました。どうしようかな、ビアンキビーチハウス間に合わないから、ブライアン荒北思い出の土地小田原でご飯食べてく。じゃあそうしよっか。じゃあ出口出たらとりあえず右折かな。小田原の町で何を食べるか現在議論中の僕たち、しゃぶしゃぶか焼肉食べ放題に絞られてきました。お肉のこと考えただけでお腹ペコペコです。やっと小田原のショッピングモール到着しました。車を止めてこれからスタミナ太郎で焼肉食べ放題いっちゃいまーショータイム。ということでスタミナ太郎焼肉食べ放題やってきました。秀樹くんが焼肉番長です。よろしくお願いします。無心でお肉を食べまくる底辺 YouTuber 友の会と町宮くん、疲れ切った体に大量のお肉でエナジーチャージ&タンパク質補給完了であります。締めのデザートを食べている間、なぜか秀樹くん元気がないですね。なんか風邪ひいちゃったみたいです。このあと1階の松本清で秀樹くんに風邪薬買っちゃいました。明日は仕事みたいだから頑張ってね秀樹くんと。その間に僕ちゃんみんなから今日撮影した動画のファイルいただくためノートパソコン開いちゃいます。ショータイム。食事を終えて100キロの道のりを越えてみんなを無事家に送り届けたブライアン荒北、底辺 YouTuber 初遠征伊豆修善寺サイクルスポーツセンター、楽しかったね。でもまあ渋滞にはまったり、第2の目的地
天城峠第3の目的地ビアンキビーチハウス、この2カ所には行くことができなかったけど、底辺 YouTuber 友の会初コラボ遠征、なかなか楽しかったんじゃないかな。次回はチャンピピも来てくれよな。チーム仮面ロングライダースも来てくれよな。すげえド派手な動画作ろうぜ。そんなわけでサイクルスポーツセンター初遠征動画これにて終了です。次回も絶対見てくれよな。さらばだ。